はい、ゴリラでございます。ゴリラでございます。ゴリラスポットゴリラでございます。説明しよう。このチャンネルはゴリラが大好きな映画を語ったり、止まらない物欲に身もだえながらお絵かきや造形、はたまたおもちゃのカスタムにオリジナルグッズ制作などなど創作活動をしながらハッピーをシェアするチャンネルだよ。はい、ということでですね、昨日まんまとですね3件目、再受講ということで、ね、まあ、落ちたってわけじゃないんですけども、やり直しということで今日また再び教習所にやってきました。でしかも今日の天気は雨です。いや今ね急に降り始めたんでね、これ全然曇り予報だったんですよ今日は本当は、うん、なんだけどすげえ雨、今ちょっと霧雨みたいだけど、どん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 強くなってきてるんだよね。やめてほしいな。ね、説明しますと昨日、3件目で、まあ、その速度の、ね、加減速っていう内容をやったんですけども、ちょっと俺はその教官曰くというか、まあ、自分でも分かったんだけど減速が苦手なんだなっていう、そのクラッチを離して、まあ、ブレーキかけてクラッチを離してとか、またクラッチ握ってスピード上げてっていう時にちょっとねやっぱスピードが遅くなるとエンストしちゃうっていうことがねやっぱしがち で頭ではねだんだん原理はね授業中に後半頭では分かってきてるんだけど、やっぱりねその体がついていかない、もうこれは年なのか、もともと俺のセンスがないのか、はたまた両方かっていう感じなんですけど、うん、どうしてもね頭で考えていることとね体がね、あ、やってるつもりなんだけどね、あれゴリラさんちょっとあのそこつま先上げてくださいみたいな、あれっていうね、気をつけなきゃと思ってても全然体動いてないみたいなことがあるのでね、まあまあもうこれはね、もう体に覚え込ませていくしかないので、この後ねちょっと天気が本当ちょっとあいにくなんですけど頑張っていきたいと思います。なので皆さんね、またこれ、授業終わりましたらまたはいっていう感じでどんな感じだったのか、皆さんにご報告したいと思いますので、よろしければ最後までお付き合いいただければと思います。いや本当祈っててください。今回はねバッチリ決めていきたいと思うので、はい、ちょっとだいぶ天気がまあ泣き言言っててもしょうがない、頑張ろう、では行ってきますので応援一つよろしくお願いいたします。頑張ります。じゃあ行ってくるで。よし、さあ間もなく呼ばれるんですけどもね、今日もちょっとコースを見ながら始める前にイメトレ中でございます。まあこれが終わると次は SG なのかな。うん、今の自分のねあのスキルを考えると、まあ、SG とか到底無理って感じなんですけどね。車の免許をやっぱり20半ばぐらいで取ったのかな、遅かったんだけど俺は。あのねやっぱ車の免許取った時もね、今思い返せばもうほんと S 字とかっていうか、そもそもアクセルねスピード上げたり落としたりとか、うわーってすごいビクビクしてたんで、今はね車普通にそんななんかこう挙動不審というか挙動りながらこうねあの運転するなんてことはないですけど、うん、慣れてね運転してますけど、やっぱ慣れですよね。ここはね行動じゃなくて教習所のコースなので、もうこれをね友達にも言われたんですけど、このね安全な状況でなるべくいろいろなね間違いも含めて失敗とかも、経験して学んでおきたいなという感じです。で道路に出た暁には少しずつですけどね、ハンターカブ納車されたら寅さんのね巡った日本の数々の風景をゆっくりとじっくりと見に行きたいなと思います。ああ倒しちゃった、倒れますよねバイクって慣れないと、きっとみんな倒れてるからいいんだ俺もね、ちなみに今日も、ゴリスポ君はですね、もう毎日働いてるのでもう疲れてしまったということなので、今日もゴリスポ君が来れないので、俺のへっぽこな姿はお見せすることはできませんね。またちょっとねあのタイミングいい時にそしてお見せできるような瞬間があればお見せしていきたいと思いますので、さあではそろそろ準備入りたいと思います。行ってきます。よいしょ、はい、ということでやりました。受かったよ、受かりました。受かったっていうか、まあ、試験でもまだないんだけど次の段階進めました。ありがとうございます。やっと行けました。いやね、まあ、最初のねもうギアのチェンジとかね加減速なんてそれみんな行けるんだから、お前そんなその程度で喜ぶんじゃないよっていう風に思われるかもしれませんが、やっぱりね
下手っぴな私としてはですね、非常にこのステップアップは嬉しいですよ、もうね。いやー、またね、これちょっとね、ゴリラさん、毎日ですね、もう一回やりましょうかって言われたらどうしようかなって思ってたんですけど、まあでもやってる最中にも、まあまあね、今回ちょっとエンストしちゃうんだよね俺。あのね、そう、クラッチって左手で握るんですけど、バイクのハンドルのね、左側にあるんですけど、俺ね、日頃からまあ自転車はよく乗るんだけど、自転車でブレーキ使うのが左のブレーキを使うんですよ。だから後輪ブレーキよく使うんですよ。なぜかっていうと、まあ、何年か前にその前輪ブレーキをかけて坂道ですっ転んでね、大怪我したことがあったりとか、まあ、その前にもちょっとね、効きすぎてっていうのもやったことがあるんで、やっぱね、そのね、癖もあってついね、クラッチを握りがちになっちゃうんですよね。だからクラッチあとすぐ離しちゃったりとか、前半はねちょっとあたふたしてましたけど、後半になってね、だいぶあ、こういうことかっていうのが分かって、で今日は一緒に受けた人はですね、すごい若、まだ10代かな、若いあんちゃんでね、あんちゃんもすごい緊張しながらですね、俺のね、ちょうどこの間俺がこけたところであんちゃんも最後の方こけちゃったりとかして、終わった後ね、俺もあそこでこけたってね、こけちゃったんすよなんて話して、なかなかねこれだ、俺もね、あと20歳ぐらい分かったらね、もうちょいね、こうね、若い人たちとね、同世代でね、来てたら、なんかもう少しこう色めいた気持ちでね、下心でこうちょっとそわそわしてたんでしょうけど、もう今はおじさんなんで全くそんなもう自分のことで手一杯、周りが全然見えないって感じなんですけど、まあなんとか受かりました。で次はいよいよ、S字クランクですか。なんでまあね、俺の苦手なその低速でやるので、これはね、やっぱね、一発で受かりたいな、まあ、基本的には皆さん一発で受かるようなことだろうし、あと受け直しになるとね、お金がかかるんですよ。その都度その都度ね、再受講ということで、だからちょっとね、そういう これ的にもね、一発で受かっておきたいしね、早いところね、免許手にして納車に、ハンター株納車に備えたいので、ちょっとそこは頑張りたいなと思っております。はい、ではですね、ここからね、もう本当何も考えずに全部予約バン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 入れちゃったんで、授業結構怒涛の毎日ほぼ教習所通う感じになるので、ちょっとそこだけね、ここはもう気を締めて頑張っていきたいと思いますので、一つ応援よろしくお願いいたします。ではね、もうだんだん俺のなんだ、絵日記というかビデオ日記みたいな感じになってきちゃいましたけども、こんなね、動画最後まで見ていただいて、応援していただいている方ありがとうございます。今回もよかったね、おめでとうっていう方、よかったらグッドボタンお願いいたします。でこんな私のね、まだ、ハンター株 CT125 で行くトラさんの見た風景、この企画ですね、まあ、準備編でございますけども、見守ってくださる方よろしければチャンネル登録の方も一つよろしくお願いいたします。では最後まで見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。はあ、よかった。次行ける。